放送席、放送席、そしてスワローズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは今シーズン2勝目、スアレス投手です。ありがとうございます。今シーズン2勝目となりました。今のお気持ち、いかがでしょうか？ Feeling great. It's always good when I can give the team the chance to win the game.とても気持ちいい気分です。チームに勝ちをちゃんと与えれるような投球ができてとても良かったです。今日は6回を投げて2失点という内容でした。どんなところが良かったですか？ Try to stay great, aggressive、keep the ball down and then try to minimize the damage and then get soft contactもうしっかりと自分の球を低めに集めて、特に、攻撃的に投げることを心がけていきましたので、ダメージが少なくて済んだそういう投球を、目指してやってきました。そして今日は野手の皆さんが序盤から援護点をくださいました。今日はその打撃、チームの打撃についてはいかがですか？In a game like this, that's where a pitcher has to be more focused because sometimes we tend to relax. So it's good that everybody stay focused. And then, I mean, obviously, we score good amount of runs for us to win. もうこういった攻撃を、しっかりしてくれるときは、特にあのピッチングにも集中できて、相手に隙を与えないというところを頑張ってきましたので、そこが良かったと思います。素晴らしい攻撃でした。そして今日はファンの皆さんがいる前での神宮球場のマウンドになりました。ファンの皆さんの声援届いていましたか？I hear a lot of people's voice. Very happy that fans are here and hopefully soon more fans can come to the stadium. Thank you very much for the support. ありがとうございます。たくさんの応援の声も聞こえましたし、このようにファンの皆さんがいるところで野球をできてよかったと思っています。将来もう少し多くのファンの方に来てもらえることを願っています。チームはこれでカード勝ち越し、そして貯金を4としました。交流戦に向けて、次の登板に向けて最後メッセージをお願いします。また頑張ります。今日のヒーロー、今シーズン2勝目、スアレス投手でした。おめでとうございました。つばくろが、今日の立ち合いヒーロー、スアレス投手と、一緒に勝利の関東一本締め、勝利の儀式ポイントに向かっております。はい、バミちゃんが待ち構えております。それでは、最後まで応援してくれたスアレスファンの皆さん、みんなでスアレス投手と一緒に勝利の関東一本締めで締めたいと思います。Albert, are you ready for this?お手を拝借。よー
センターのレフト側からも応援ありがとうございました。ライトスタンドの皆さんもありがとうございました。内野スタンドのソロファンの皆さんどうもありがとうございました。今日最後に一番大きな拍手でソアレス投手を送りましょう。